はい、こんにちは、サビでーす。はい、はい、最近ですね、まあ、僕は相変わらず筋トレしてるんですけどね、まあ、田津さんも最近筋トレしますよね。やってます、やってます。やっぱ筋トレさ、筋トレ大事なの食事じゃん。食事大事、でもさ、筋トレした後にさ、飯作るのってあるぐらい。いやもうね、正直それが一番めんどくさい、もはや。そうだよね、だくたくたに帰ってきてさ、いや今から作るかっつって、めっちゃめんどくさい、ね、すぐ食べたいのよな。そう、そこで僕は思いました。はい、筋トレしながら料理を作ればいいんだと。なるほど、天才か。でしょ。え天才あるある。やっぱ筋トレもさ、こう休憩レストしながらやるわけじゃん。そうね、やってはちょっと休んで、でまたやっての繰り返しだからさ、だったらその休んでる間に飯作ればいいんじゃねと思って。ちょっと天才やな。マジでね、ノーベル筋肉賞これもらえる。ノーベル筋肉賞。あそこの休憩してる時間で料理を作ってしまう。そう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 、そしたらめちゃめちゃ効率がいいんじゃないかなと思って。なんて誰もやってなかったと思うね。今日はそれをやってみたいと思います。はい、はいはい、いいですね。背中がうずく。あ、背中が、あ、やばい、あ、やばい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 、ガーッ。進化した。背中でっか、でっか、ダー。背中でっか、絵面の仕上がってるな。よし、というわけで、はい、もうね、もう効率のことしか僕は今考えてないんで、はい、この肉体をより効率よく仕上げるために料理と筋トレやってまいりたいと思います。いいですね、いいですね。はい、でまずね、筋トレですけど、この種目、ここにね、抽選箱を用意したんで、この中にね、いろんなこうボールが入ってて、これを引いてね、ベンチプレスとか、なるほど、はい、こんな感じで、引いたメニューを1分間、はいはいはい、トレーニングしたいと思います。あ、いいですね。1分間トレーニングした後に、今度戻ってきて、今度レスト、1分間のレスト、だから調理時間ですね。調理時間。1分間調理時間して、で、また筋トレして、これの繰り返し。なるほど、天才ですね。天才でしょ。だ本日はね、この筋肉のいい鶏もも肉と、はい、ブロッコリーをね、はい、食べてもも肉ステーキをね、いただいて、外からも内からも筋肉をね作っていこうと思っております。はいはい、それではね、じゃあまずは料理タイムからいきましょうかね。はい、はい、よし、じゃあいつものスタートするからね。いつものエプロンを着て、よし、まずは料理ですね。結べない。ここで手間取るとね、食べたいからね。まだスタートないからね。そう、よし、さあ、それではスタートボタン押します。はい、43、2、1、スタート。よし、はい、じゃあまずはブロッコリーを入れるためのね、はいはいはい、お湯を沸かしていきましょう。塩をなるべくちょっとたっぷり入れながら、じゃあこのね、じゃあお湯を沸かしていきましょうかね。はい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 、頑張って、頑張って、残り30秒。じゃあその間にちょっとね、チキン用の油もこう準備しておく。なるほどなるほど、はい、20分切りました。もも肉ね、はい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 、とりあえず10秒前。じゃあこれ1枚分をね。5、4、3、2、1。よしよしよし。ボクソ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 クベンチプレス、ベンチプレス、よし、いきます。よし、1、2、3、いいね。どう、あと何秒、あと20秒いいね。ハイリップだな。10秒。 OKOKOK、 8、7、足の方が長いな。5、4、3、2、1。はいはいはい、よし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 全然出ねえじゃねえか。はい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 は
なんか筋トレの時間が長く感じるんだもんね。長いよな。そうなんだよ。なんか全然料理の時間が一瞬なんだけどさ、3倍ぐらいな感じんだけど。まだ鶏肉の下味がついてない。出てこい。鶏肉の下味がついてない。出てこい。鶏肉の下味がついてないです。軽く火つけたくて。20秒。出てる。めっちゃ出てる。めっちゃ出てる。あと10。手洗わないと。6、5、4、3、2、1。よっしゃ。ハイティーさん、レップが結構多くなるから、びっくりです。すみません。あんた。よし、いいね、いいね。あんた。12。30秒。5、4、3、2、1。はい それの時間が毎回15分ぐらいだし、いやいや、今日包丁気をつけて、包丁気をつけて、本当に今日俺もトーク放棄したから包丁気をつけて、包丁気をつけて、あと20、あと20、あと20。あ、でも出て、結構切れてる、結構切れてる、あと20です。あと12、12を10、9、入れたい、もう入れたい、もういいじゃない、入れちゃう、入れちゃう、入れちゃう、いこういこういこう、ナイス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 ナイ肉焼こう。皮目からね。はい、皮目から。あ、いいよ。あ、いいよ。いいよって言うでしょ。一回ちょっと飲んどこ。一回飲んどこ。飲んどこ。OK。あと、ブロッコリーどうかな。まあ、いけるか。グリスティング。9、8、7、6、5、4、3、2、10秒、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60
12 11 何もしてるんじゃない8 7 6 5 4 3 2 1 YouTube の上位動画史上汗かける30秒15 46 5 4 3 2 1。いい感じ、いい感じ。これいいんじゃない？いいね。はい、美味しそう、美味しそう。いい色ですね。ポッケンとこ、ポッケンとこ。かつてない音、鶏肉早めに焼けてくんないかなと思って。ビビって火弱すぎた。7早えよこっちがすげえ短く感じるよな5倍ぐらい早く感じるよな、あっちが長いふ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 いアームカーアームカアームカ終わった終わった、終わった、終わった、20秒ちょっと、背中が危ない、ちょっと任せて、ファイト、5 4 3 2 1 あ、でもいい音が焼けてる、焼けてる音が、おー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 、あー、もうちょいだな、もうちょい皮もうちょっとやりたかったな、いい匂いがしてる、皮でちょっと焼いて次いくタイミングで切り返そうかな、なるほど、それでここまで来るともこっちやらねえんだよ焼けるまで待ってない、このレップ数やるのなかなかないよな、10ハイレップ、ハイレップ8 7 6 5 4 3 2 1 腹筋腹筋、おいっす、はい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 、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 もうここで決める10 9 8 7 6 5できた、チキンステーキの完成です、できたー、できたー、24分でできたよ、24分でよし食うかよし、じゃあできたところで、はい、早速筋肉の栄養を補給してまいりたいと思います、はい、いただきます、はい、早いな、やっぱりじゃあ終わって速攻こんなないやん、こんなウエイトトレーニングした後ですぐチキンステーキ食えるやついねえよいただきます、うんうんうん、うまい、うまい、うまい、おお、うん、日本中探してもいねえぜ、こんなこんなトレーニングの直後に鶏肉補給できるやつなんて、そこで食って、うん、出来たてね、もういいんじゃないこれ、うん、ブロッコリーは家庭だ今すげえポリッポリ言ってました、ね、いや、これちょっと大革命じゃないですか、これトレーニングしてる人たちからしたら、これトレーニング界に大革命じゃないですか、大革命ですよ、変わるな、歴史が変わった瞬間を作ってしまった歴史の1ページだよ、フィットネス界で新たな1ページが今刻まれた、ね、もうさ、30分以内になんかタンパク質補給とか言うじゃん、ああ30分なんか長えから、ね、長えから、ね、1分以内だから、ね、ちょうどいい、ちょうどいいやん、いいね、いいね、これ以上火入りすぎず、うん、おー、ちょうどいい焼けぐらいでしたね、よう分かったな、あの状況で焼けてるか焼けてないか、よう分かったな、ね、頭よう回ってたよ、頭よう回ってたよ、なんで俺こんな汗かきながら飯食ってるはい、それではごちそうさまでしたはい、はい、いやー、食ったし、やったね、やったね、満足度 100% だよ、これ 120% ですね、もう筋肉大喜びですよ、こんなに早く栄養補給してくれてありがとうってね、あ、いやこれはね、
もう筋トレ界に激震が走ったんじゃないですか。ぜひとも皆さん、良い子は真似しないでください。怪我に気をつけて皆さんトレーニングライフを楽しんでください。安全確認しながら。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。